古代カルタ語の通貨制度は、シェケルに基づいていたシェケルは、古代に使われていた通貨と、重さの単位の一つ。シェケルが最初に使われ始めたのは、紀元前3000年頃のメソポタミアと知られている。最初の音説 C が、悪化ド語で大麦を示すことから、もともとは特定の量の大麦を指すものであったと考えられている。最も初期のシェケルは、 1>, 1シェケルを180グレーンとする重さの単位として使われた。後に発行された硬貨も硬貨そのものの重さを政府が保証するという紋章付きであった。もともとこの硬貨はアナトリアの商人らの家で開発され、彼らは使用ごとに硬貨の重さを測り直さなくても良いように、おののの章を硬貨に記していたが、後にこの行為は 公的権力の占有行為とされた。1964年のデトロイト美術館の発表によると、ヘロドトスは最初のシェケル効貨がクロイソスによって鋳造されたと述べたという。リディア国王のクロイソスは、ペルシア帝国の打陸金貨や古代アテネのオボルス、ドラクマなどの通貨を流通させたことで有名。硬貨のは複数型で、シェケルス、シェカリムなどと呼ばれる。 アメリカ合衆国の一部地域では、金銭を示す俗語としてこの言葉が使われることがある。ユダヤ戦争の反乱分子によって68年に発行された効果。表面、シケルイスラエルイアーサンリメンエルサレムザホーリーシェケルは、古代ヘブライ人の重量単位として最もよく、話題に上がる。他の多くの通貨と同様に、シェケルは、時代や地域によってその実質的な、 重さが異なる。現在では、1シェケルは9から17グラムと考えるのが一般的である。特に、ヘブライ人の間での主要銀貨としてのシェケルなど、金銀貨は、重さと額面が等しいことがある。シェケルは、西部のセム族の通貨としても用いられた。モアブ人、エドム人、フェニキア人は、重さとしてのシェケルと通貨としてのシェケルを、両方とも利用した。 ティルスのシェケル銀貨は、新約聖書に出てくるイスカリオテのユダが、イエス・キリストを大祭司らに引き渡す。祭の裏切りの報酬30枚の銀貨としても、悪名高い。1980年以降、シェケルは、イスラエルの通貨として採用されている。ただし1985年以降は、新シェケルになった。 シェケルは、イギリス人の作家チャイナミービルのバス、ラグシリーズニュークロブザンの通貨の単位として使われているほか、同シリーズザスカーの主人公のニックネームとしても使われている。ありがとうございます。